皆さんこんにちは、ファミツア編集部の岩瀬二郎です。そしてハイツアップ、これは関体川桜井です。カルンガシです。ガッシーガッシー、さらに、闇ガラスバサラ佐藤です。さらにさらに、平でも亡くなったボンクラ杉山です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうです。お願いします。さて参りました、モンハンエクスプロラーなんですけども、我々全員あれですよね、公認称号をお持ちですよね。うん、お持ちですよね。僕も恥ずかしながら持っております。そうですね、恥ずかしいです。本当に恥ずかしい。皆さん公認称号を持っている僕らは、今日は星5ゴーマガラに挑戦したいと思います。だいぶ遅くなりましたね。うん、ね、そうですね、だいぶ遅くなったんでちょっとあれなんですけど、さっき言っちゃうか。そう、しかもね、お恥ずかしながら初見ですね。マジか。僕は初見です、星5は。でもガンナー大丈夫です、ね、ガンナー大丈夫です。ガンナーは初見でもまあ大きな影響ないかもしれないね。うんうん、というわけでじゃあちょっと装備を見ていきたいと思うんですけども、はい、じゃあ岩田ジュビロ、これですよ。あ、ごめん、唯一イレーザーロア。なんかこのすげえ47レベルってのはすごいなんか気になってしょうがないけど、まあ、あのオーガの玉かなんかと。そうそうまさにそうです。さすがです。選ばれし者だけが入手できるこのイレイザーロア、はいはい、こちらをゴアマガリに当てていきたいと思って、うん、そして同じくガンナーが桜井タイガー、うん、はいはい、こちらはアグナボアグナヘビですね。アグナ足のヘビ、アグナ足のヘビ、アグナ足のヘビですね。寝るやつ、寝ちゃう、はい、寝ちゃうやつ、寝るやつと言われますね、よくね。あら、かわいいな、このヘッド。はいでしょ、リノプロ、リノプロヘッド、かわいい。公認称号が輝きますね。さあ、続いてバサラサト、はい、これ全身5箇所。まあ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 、あ、露出鏡なんですね。間違いない。本当だ、嫌だ。マーガラサトですからね、はい、大丈夫でしょう。マーガラサトですからね。ガッシー、そしてガッシー。おー、ガシー、ガシーはなんか網のちょっとね、なんかお面みたいな。え、片手剣の豪華種ですね、はい、プロメテウスリプス、はい、はい、こちら片手片手ヘビーヘビー、はい、で、ゴアマガラ行きたいと思います。もちろんヘビーボーガンは隠密つけてると、はい、うん、隠密根性ね、隠密根性、うん、まあテンプレっちゃテンプレですね。そうですね、はい、まあ言ってしまうと豪華種でやったような形ですよね、うんうん、さあそれでは初チャレンジ、この4人でいきたいと思います。はい、じゃあガッシュお願いします。そっかそっか、はい、いざ行かん、いざ行けんのボールペン講座。はい、さあ決まった、いきますよ。ボールペン講座はちょっとやめた方がいいと思う。いや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 、あれです、まあ、コメントに書いていただいたら岩田さんも本当にやめると思うんで。あれ、ちょっと待って、俺これも速攻使っちゃっていいの。速攻使っていいです。失敗した。片手剣はところに入ってとりあえずひたすら切る、あとなるべく攻撃を振らないことが大事になる。さあ入れざるは早い早い、これ当たってる、当たってます。あー、うそ、なんじゃやめこ。ガッシーさんさ、おやすみ、はい、次ちょっと一応ちょっと使う準備だけね、はい、4発打ち込んだら仕事ですよね。罠とかってもう一回、あ、罠ね、もう一回いけるか、いけるな、もう一回、そこにしよう、うん、怒ったらさあ、オッケーオッケー、クリティカル、4万ダメージしてる。あ、ダメージは入らなかったですけど、ためは早かったんで。ちょっと待って、岩田さん結構やんちゃう、危ないね、してますね。あ、鼻がかゆい、書いた方がいい、うん、でも書けん、俺が書いてるよ、うん、怖い、おやすみ、怖い、マガラ佐藤のおやすみ、桜井君今寝れる、うん、痛い、どんどん使うよ、うん、えぇ、嘘、あ、私が使います、あ、いや、もう使っちゃった、あ、嘘、ごめんなさい、使った、うん、使っちゃった、予算、予算、予算、はい、どけます、2人、どけます、あ、でも今、武器中か、自分が良ければよかったですね、しばらく使えないから、そうですよね、あの日、あの弾怖い、どうしましょう、なんか交代交代で、いやいや、いい、いい、俺が言う、あ、でどっちにしろしばらく食べなきゃいけない、あ、そう、俺使えねえから、どっちの次必ずガッシーが使う場になるはず。ちょっと今ガンナー被弾すると回復できない状態なんで、うん、結構
避けてね、気をつけましょう。気をつけた方がもう大丈夫、もう大丈夫だよ。でも僕食べます、ね、だからその間にね、100まで本当は食べるためで、俺たちが来い。おっ、サムライン食らった？あざす、オッケー。で、俺が食べるとまず、今持たれるんだよ。おやすみ、おやすみ。あの玉結構打ちません？なんか、本家さんガシいくつ？やっぱあれですか、デビルガシ今そうですね、ゲージいくつ？ゲージ26です。あ、ないのね。武器が溜まります。僕はそう、はい、俺も今70だから1回は大丈夫。常に2人がまあ1回もしくは2回持ってる状態にしないと。2人合わせて2回発動、はい、危ない危ない尻尾出ないと、そのやっぱりアグナ足のヘビーボーガンが寝てしまうのでどうしようもないダメージがあるんですね。全身全霊。え、もう今大丈夫です。ただちょっと50までやったみたいに、まず体力多くない？あと溜まったら言います。ゴアはひたすら HP が高いので、うん、やっぱりあの火力が何人かいないと、うん、別に10分目安ですね。かかるよね。そんなかかるんですか？たまりました。めちゃくちゃ高いですね、はいはい、でも次は俺が使うから何かあっても使わなくていいよ。はい、かしこまりました。やっぱその武器ため、ね、武器ためんのを重視で、豪華種よりもあの攻撃のチャンスが多いので、そんな今絶対 HP が高い。その分 HP が高いです。あ、やばい、ミスった。やばい、今叩かれる、ごめんな。やばい、今本当だ。初めてやった時時間切れしましたからね。そうですね、嘘、時間切れになりましたね。あ、1回いい、ガードいい。あれは何だっけ、近接読んでいったんだっけ。近接読んでいって豪華片手2人が生き残るっていう。うんうん、危ない。え、ちょっと待って、岩田さん危ないのでは。俺食べられてる。使うよ、俺が。ちょっと次ガッシーね、使うときは。はいはい、わかりました。待って待って、なんか、あ、歩いてきた。近づいてましたね、サクライ君。まずいまずい。寝てます、でもガッシー、もしくはゴアちゃん、サクライ君食らったら使っちゃっていい。ゴアちゃん、ご飯だよ。ご、あ、間違えた、ご飯じゃないよ、あの罠って。いや、俺一回置いちゃうわ、気にしないでいい、この罠一回置いたけど、あんまり気にせずに。片手剣がね、武器貯めるタイミングで置いた方がいいような気がしないでもない。今50だから、これはわざと引っかかった多分ね。岩田さん、ここで武器を振らないようにやりたいところですね。終わったら怒るから、おそらく言います。私も武器全部貯まります、はい、ですね。次、どうして誰か食らったらガッシーさんすぐ使っちゃっていいですか？はい、俺が今90、俺も溜まるからもう。ねえ、え、こっち来んなよ、来んなよ、採用。お、よいよいよい、よか、はい、おやすみ、はい、おやすみ、はい、おやすみ、来ないくす。あ、今避けられた。ヘビ豪華神の時と比べたら一応岩田さん、タギは頭に取った方がいい。あ、そうだね、頭の方がいいかも。頭、そうですね、あの V で結構あの翼とか硬いんで、うん、ダメージの通りが変わるんで。はいはいはい、多分ね、一応弱点だろう。なんで俺ここになってんだろう。やべ、謎だ。ブラッカー、ちょっと待ってください。私ずっと、あ、頭、違う、頭、そこです。もう溜めたまんまでいいんですよね。溜めたまんまでいいよ、よっぽどダメージ食らわない限りは取ってた方がいい。はい、罠は、罠はもうね、仕掛けていいですか？ここでどっかでもいいのかな。あ、間違えた間違えた、すいません、危ない。はい、武器発動。もうちょっといいよ、ガッシーさん、なんだったら。やべ、ミレンザロー、マジ気持ちいい、気持ちいい。おやすみ。あ、怒った怒った。あんな、まあ、もし可能であれば罠の方から挟んでいった方がいいかもしれない。ですね、安全にもなるので。入りそうだよね、ちょっと。この流れ、いけるか、流れで、流れで行きそうですね。おお、ね、いっぱい減った。あ、危ない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 。ちょっとね、俺一回回復使おうかな、これ。まだまだいいか、まだ大丈夫。危ない、オッケー。あ、間違えた、あ、ごめんなさい。まあいいよ、次なんかあったら俺使うから。今なんか親指が勝手に、はいはい、ちょっとヘル&ヘルの後で V を切れ、ね、そうそうそう、そう、癖がちょっとついちゃって。片手剣だったらね、最悪ガードでいい、はい、あー、あ、ごめん、使う、使う、待って、使うから。あとガッシュ、これ危ない危ない、ガッシュのクールタイムまで来てます。あ、うん、あ、多分もうすぐです、大丈夫。劇の方、ここ、あ、罠、これいいとこに置いた。さあ、2本、残り2本ね、入った、いやー、いい、入ったけど寝てます。公認称号の、ちょっと見せましょう。ガッシュの文字がどうなんだろう、86です。 OK、 次なんかあったらガッシュさんが割と即使っちゃうでいい、俺使えないから、はい。片手剣2人は結構、ね、連携を取って武器ポイントをお互い管理し合う。俺が今50、そうですね、やっぱ効果を打たなきゃもったいないんですね、はい、避けれるかもしね。もう一発食らったらちょっと、うわー、ちょっと待って、危ない、OK、
アッシーがね、一発食らうと多分やばいから。本当ですか？でも結構硬い、いや、結構食らう。いや、あの怒ってから今、そういうことですね。最大怒り状態のプレッサドンがやばい。なるほど。で、剣士死んでもダメだから、うん、あ、でも罠に来るかな、はいはい、ちょっと呼んでいいですか。さあ、ラスト一発、おしみ、きた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 、お、入りました。俺が今90、いいね。ちょっと3回目なんですぐなんですよね。あ、ですね、そっかそっかそっか。4回目とかもう、やーれ、1秒で出てきますからね。かし100、わさわさん、硬い、はい、今硬いな。そっちた100だったら打ってもいいかもしれないですね。そうだね、ちょっとまだいいかな。でも逆にこれ一戦じゃないから、はい、こっちにヘイト集まんないですね。隠密ついてるからね。そう、隠密イズ最強。逆に集まられると結構きつい。でも一戦打ったら結構隠密ついてても、あ、来る時はありますね。危ないよ、危ないよ、もう打つしかないよこれ。なんで近づいてこないで。多分俺が、多分ドロチョ、あ、これが嫌なんだよな。一回使っていいわ。ガッシー食らって溜めたい、溜めます。最後俺もちょっと減った。おかしい。うわ、桜くんやべえ。あ、来たー、こっち。はい、で、今僕はこれ根性ラインなんで大丈夫です。はい、そうですか。ただし、尻尾にタゲ、あ、これな、うまい、尻尾狙いな。ガッシュ、ガッシュとく。あと1本、あと1本、あと1本いけますね。ここに落とし穴あるから一応、はい、ちょっと待って、怖い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 。あたくんね、落とし穴の反対行った方がいいかもしれない。ブレス以外当たん、ブレスはその空中落とし穴。あ、私も使います、ブギ。はい、わかりました。俺まだね、今クールタイムですね。罠引っかかってくんないかな。わー、どっしゃーな。もうちょっと来てくれればいいかなぐらいでいい。フルタイム終わりました。これ届くかなって。来た来た来た、危ない。結構動きますね。射程外に行っちゃうの多いな。あ、そこ柱で当たっちゃうからダメです。え、何何何、あ、突進する。あ、待って待って待って、何、あ、ガッシーが回復で使いました。今71です。使って使った。俺一回使えるからまだ。さあ、桜井君全身全霊。全身全霊だから疲れちゃうんですよね、やっぱ終わったと。危ない危ない。よし、武器使っていいですか。いいよ。ガッシュさんね、ちょっと食らわないように気をつけて。クールタイムだったら今食べに行かなくていいから。わかりました。食らわない方がいいと。あ、落としはないか。入る。あ、ちょっと、ね、避けるといい。ちょっと待って待って、え、かはですよね。あ、使う、お願いします。オッケー。今ね、37でクールタイム、ガッシーが食べたいところ、うん、そうですね。あ、でももう今大丈夫です。ためにいきます。あと一本、しっかり一本満足だよ。来た来たけど、やっぱ我々クラスになってくるともう寝てても避けれるからね。間違いない。いやー、残念よ、もったいねー。なんでこんな、あ、これあかんな、ですよね。さあ、くらいくん変えたら行ってください。逃げてます、ね、私、使えないです。ちょっと、ちょっと一旦待って、ちょっとかかる、ちょっとかかる、これも。はい、ガシいくつ。21です。じゃあ、俺酒使うわ、俺酒使うから。すいません、これたまる。豪華片手のおかげで。はい、たまる。すごいですね。あ、まずい。逆に危ない。よかったかもしれない。え、何、何、ね、めっちゃ暴れてる。たまったら使って。はい。入るだろう。あとラスト。オッケー、来た。来たけど。滑るよ、これ。さあ、ピャッシーのパネル貯めれれば。あ、ちょっと待って。結構貯めに行くのもちょっと怖い体力ですね、ガッシー。ガッシー。待って、全然避けれへん。なんでやん。動きが早いんでしょ。はい、早い、めっちゃ早い。ガシ、あといくつ。あと3人。よし、今あと20。これはブギ使っていきますよ。使います。そか、岩田さんがまだ、ええー、もう、おー、マジか。あーっと、これはちょっと慎重にいかないと。そうっすね、岩田さん、一発でも被弾したらもう回復がこっち来たんで。ここからヘビアンドヘルですよ。はい、岩田君はまず2発耐えるんで、一応俺が今ね、こっから溜めれば。うわ、あと一発いってるかな、頑張れ。桜井くんがワンパン圏内に行っちゃって。よし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 、来た来た。一人減ると結構タゲがね、いっちゃうんですね。そうですね、ガンナーの方にね、3人だとかなり隠密の効果が減ってしまう。多分ね、隠密っつっても一人行っちゃった後に多分ヘイトが消えて、もう一人の隠密の人に行ってくんないから、多分ガンナーに行くんだと思うよ、仕組み的に。仕組み、なるほど。さあ、マガラ佐藤君、この仕組みを語ったところで、うん、この一本を削りましょう。はい、使う。今何分経過状態です。今11分。あとまあ、あ、来た。あとまあ2、3分のうちに倒せるかなって。危ない危ない危ない。ちょっとね、僕が今多分2分弱サボって。武器使えるんで、いい感じの距離になったら使えますよ。すげえ距離離されるな。一回俺からタゲ外れたら確認してから使った方がいいかも。岩
そうですね。一回今俺タゲ来てるから、今来てますよね。タゲ外れた後に多分絶対どっちか行くんだよ、必ず。あ、やばい、外しちゃった。ガンナしかいないから、残りが。任せろ。今で、これ多分桜井くん行くじゃないですか。選ばれし者だけが使える。イレイザールは。桜井くんの次には、あー、届かない。あと一発当てないと。次、岩田くんに行く可能性が。え、また私。おい。あ、やられたこれ。ごめんなさい。あー、これ1本から長いな。長い、1本多いんだよ。じゃあ、剣と片手。岩田くんに行ったよ。そう、大丈夫、岩田さん。岩田くんに行ったから、でもね、ちょっとね、これね、俺なんて多分ね、交互に行く可能性がややもすると。でももう打つしかないでしょ。いや、これをちょっと…しかない。あ、来た。あ、頑張れ。あ、でも避ける避ける、まだ行ける。あ、もう一回来る、もう来てる。こうならいい。ちょっとね、しばらく…頑張れ。あ、今ためポイント。いや、危ねえんじゃねえかな。ためポイントだよね。佐々さんの武器はどんぐらいですか。今倒った。あ、オッケー。これで。おお、オッケー。おお、おめでとうございます。きつ。すごいですね。それ最後2人で倒すの。すごい。危ない。きつ。さすがっす。やっぱりレイザーロア。ちょっと軽く出てませんでした。出てました出てました。うん、すごい。いやー、やったやった。嬉しい。いいな。厳しい。全開け。全開けの2倍。間違いない。何が出るかな。はい。あ、なるほど。決勝2個か。はい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 。あ、何が出ますか。何が当たりですか。ゴアマガラは。ゴアヘビーでしょう。ゴアヘビー。やった3ヘビー使ってほしい。ゴアフォールド。そう、HP が 99%。いいな。耳栓。高級耳栓じゃん。そう、高級耳栓じゃないんだよ。ないないか。まあ優先度高くないです。そうなんだよね。さあ、来い。お。で、お。ゴアカード。いいな。いいですね。あざっす。あざっす。はい。いやー、気にしちゃった。いやー、やられたな。あざっす。いいなー。はい。皮がめちゃめちゃ出てるのが羨ましいですね、口角が。なんで皮が見るの。まあ一番下の素材ですね。さあ、はい、それではじゃあもう一回いきます。いっちゃうの。いや、でボンクラ入れないから問題ないですよ。菅さんソロでやります。ああ、ソロやります。 100% 聞けた。一旦じゃあ動画消えますか。はい、はい、さてね、公認プレイヤーの我々がまあ見事ね、まあ、ちょっと2人落ちてしまいましたけども。そうだね。ねえ、ちょっとじゃあ剥奪かな。いや、もうそれいいから。やめましょう。やめよ、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 ボンクラだけにしよう。いやいやいや、本当に僕も20時間やりたくないですし、ね、ただゴアマグラは本当時間かかりますね、一戦が。ヒットポイント多いんだ、めちゃくちゃ。ただ動きはちょっとスローリーなんで、うん、備えてきたこの片手を一個、あの双剣ブラッドウィングにしたりするところも、ほー、個性もあるし、かなり早くありえね。なるほどなるほど、うん、というわけでじゃあちょっと我々のねスタメンは見事成功したということで、はい、続いての動画はまた別のメンバーで撮りたいと思います。はい、はい、じゃあエクスプラの動画ご視聴ありがとうございました。いつもいつも本当に見てくださる方ありがとうございました。更新がちょっと長くなってしまってそれも投げよう。あ、すいません。じゃあさよなら。さよなら。ガシです。